トラックポイントは1992年シンクパッドに登場初期より搭載され、使いやすさと操作効率の高さで多くのユーザーに愛され続けています。トラックポイントを使用する大きな利点は、キーボード入力とカーソル操作の効率が向上することです。マウスやタッチパッドでは一度キーボードから手を離して移動する必要があるため、操作効率が落ちてしまいます。トラックポイントを使用すれば、センターポジションのまま様々な操作が可能になります。トラックポイントは傾けた方向に合わせてカーソルが移動し、傾きに合わせてスピードが自在にコントロールできるよう設計されています。センターボタンを押しながらトラックポイントを操作すると、ドキュメントをスクロールでき、コントロールキーとセンターボタンを押しながらトラックポイントを上下させると、拡大・縮小の操作も行えます。左右のボタンはマウスと同様のクリック操作が可能なため、このようにセンターポジションから手を動かさずに入力操作が行えます。カーソルの速度やセンターボタンの機能などは、設定画面でお好みに合わせて調整が可能になっています。トラックポイントを活用して、さらなる生産性の向上を目指しましょう。